はい、どうも、ただしおいしいご飯の時間ですよ。今日はですね、オイルサーディン、アンチョビじゃなくて、オイルサーディンを使って、菜の花も使って、はい、どうも、ただしおいしいご飯の時間ですよ。今日はですね、オイルサーディンです。スモーキーなオイルサーディンを使って、菜の花もたっぷり使って、ニンニクももう丸ごと全部使って、キャベツちょっとだけ焼肉大会ライブのやつからスライドしたキャベツ使ってやるペペロンチーノみたいなやつです。本日もいつも通りお手手を洗ってお水を一口飲んでから始めていっております。キジバルキです。よろしくお願いします。今日の動画はね、短い時間でまとめられた、食べきれたんで、結構大盛りだったんだけどね、食べきれたもんですから、作ってる動画と食べてる動画合体させましたからね。このまま引き続き最後の方、これを作ってるとこ終わったら食べてる動画になりますから、それ引き続きご覧になってください。非常に美味しかったですから。このニンニク、買い置きというかしておって、使う分じゃないのにその余分に買っとこうって買っておって、置いてあったからだと思うんですけども、芽が出て膨らんでして、もう緑ってもう出てきてるもんですから、これは皮を剥いた後にしっかりと食べれるのかどうか知りません。まだ調べてないですね。まだ調べてない、木島くん、調べてないので食べれるのかもしれないけれども、なんとなくわかんないから、全部今これそのための作業です。縦に切って、縦なんでしょうね。で取って、で中からこうやって出てきている緑の芽たちを全部取って、これは本当ごめんなさいねって、僕がすぐ食べればよかったんで、もね、3つ買ってきたんだからさ、いきなりさ3つ全部でいきなり食べれるわけないんですよ。それは食べれるわけがないの分かってたんだけどさ、3つでいくらの中国産のちょっとそういうパックのやつでね、ネットで入ってるやつで買ってきたもんですからね、それはもうしょうがないよな、しょうがない。でも本当にこれで最後の3パック、1パックの3個入りのニンニクのやつの、これで最後ですからね、最後までちゃんと最後の1つまで缶きれいに全部美味しくいただきましたよ。もうちょっとね、芽が出てきたから捨てようとかそういうことはしてませんよ、木島くんは。そんなことしませんから。今菜の花ですね、菜の花。これ何をしてるかっていうとですね、丸ごといくか、それとも太いところと細いところと分けるかどうしようかなってしばらく考えてたんです。で考えてたんですけど、結局こう切りました。太いところとその先っぽの方はちょっと分けて茹でましょうということでやりました。やっぱ久しぶりにね、菜の花、たまに煮物に入れたりなんかしますけれども、久しぶりにこの菜の花、これいいね、美味しかった。これそう、焼肉大会の時にそのキャベツとか野菜とか入れておったこの皿なんですけども、そのまま使います。新しい皿を使うとかそういうことではなくてね、麺も早めに揚げて、そのまま使っていきますけれども、非常にね、塩の加減も良くて、野菜この後ね、この茹で汁をカップに入れるんですけど、これ毎回やりたくなっちゃうのはね、このその野菜塩味だけで野菜スープみたいな感じになってる、野菜の出汁が出てるというか、風味というか香りがついてる、その塩水をね、ちょっと塩水ですけどね、塩お湯なんだけどね、これどうしてもね、ちょっと一口二口飲みたくなっちゃうんだよね。これがなかなか美味しいんだ。まあ、本来その目的でこれ、取っておいてるわけじゃないんですけれど、あ、この音を聞きください。いいね。やっぱフライパンの音っていいよな。ほんとフライパンの音っていいよな。こうやってね、何かが炒められていく、揚げられていく、じゃあいうこの音っていいよな。僕は好きです。僕は好きだな。なので、ここら、このタイミングの時は僕はいつもその、早送りやめて、途中までね、全部じゃないんですけど、このフライパンに投入してしばらくの間は早送りやめて聞いていただく時間にしてます。で、これね、思ったよりも辛かったのよ。思ってた以上に辛かった。え、そんなたくさん入れてないつもりだけどさ、こんな辛かったっけ？激辛のやつとかは最近食べてないから、またちょっと弱ってきたのかな。まだありますよ、ペヤングの。まだありますよ、ペヤングの極激辛カレーのやつ。食べてないな。はあ、春も食べないとなと思ってるんだけど、まだその気持ちにならない、ね、本来であればそのちゃんとした YouTuber の方々っていうのは発売されてすぐ見つけてすぐ食べてってすぐ動画にしてって、もう皆さんやり尽くしてますよね。でも木島なんか買ってきたのはいいけど、まだ食べてない。まだ寝かせてますからね。まだ寝かしてるよ。だって食べようという気持ちにならないんだもん。そのなった時には食べますよ。おわインコルソー、さっき話しちゃったスープ飲んでるさ様、美味しかった、これで十分美味しかった。このオイルサーディンも美味しかったな。このスモーキーでね、スモーク香り付きタイプのやつだったんですけど、非常に美味しかった。
いやー、よかったですよ、最高でした。でこれあのペペロンチーノというかニンニクとかこういう風にしたらちょっとそのスモーク感というかその香りって落ちるかな、ちょっと弱いかなとか思ったんですけど、いやそんなことない、十分いけましたよ、十分いけました、非常に良かった、ちゃんと美味しくいけたもん。やっぱね、缶詰っていいよね、缶詰ってこれ食べてる時も話したかな、缶詰っていいよ、本当に缶詰ってあの長期保存もできますし味も美味しいし、もう本当にありがたい。あら、もう出来上がりた、出来上がり、なんだっけこの菜の花スモーク、オイルサーディンスモーキー、キャベツちょっとスライドしてきたやつ、まあ、食べてる動画このまま引き続きなんで、ぜひそのままよろしくお願いいたします。はい、どうもー、はい、楽しみ進行の時間ですよ、ということで出来上がりました。ちょっと綺麗にしようか、ちょっとカッコつけていいですか、ちょっとカッコつけましょうか。このようにしてちょっとカッコつけようと思います。あんま変わってないかな、あんま変わってないか。オイルサーディン明るいな、明るい。オイルサーディンのあの山盛り、山盛りってことでもないけど、オイルサーディン菜の花キャベツちょっとだけペペロンチーノスパゲッティです。いただきます。その前に本日炭酸水で、明るいうちは炭酸水でいきます。あ、最近健康茶やってないな、そういえば健康茶あれもやりたいけどね。いただきます。今回アンチョビじゃないです、アンチョビじゃなくてオイルサーディン。うんうんうん、いいね、美味しい。そのこのオイルサーディンのこれちょっとスモーキーなんですよ、これ、うん、香りが良くて、うん、買ってきておいたこの細めの、あ、ニンニク丸ごと全部細めのスパゲッティ麺、これで今日で全部使い終わりましたから、次回からはまた太めのになります。うんうん、キャベツも美味しい、キャベツも美味しい。うん、告白、下から上げるとこやっぱ熱いわ。ああ、おいしい。やっぱ缶詰って優秀だね、本当に。うん、ありがたい。こうやって冷ましとかないと、下の方が熱々でさっきやばかったから。缶詰ってほんと優秀、日持ちもするしさ、味付けなんかで使うってそのまま食べても美味しいけどさ、これなんかおつまみでもいいはずよ、この唐辛子辛いです、オールザーディウム。ああ、非常に、唐辛子の量もちょうどよかったんだね、辛みがいいですよ。うん、いや、こんだけの麺とかと混ぜるとスモーク加減とスモーキーなその香りがだいぶ弱くなるかなと思ったけど、辛いな、結構強い。しっかり香りします。うん、菜の花も久しぶりに食べたけど美味しいな。
と混ぜてね、混ぜて、うん、十分だわ、十分。キーマくんのご飯は全然ちゃんとしてない。レシピも何もあったもんじゃない。ただバッシャーバッシャーやって、バッシャーバッシャーガッタガッタボッコボコやって作ってるだけですけど、人が食べるもんじゃないから、自分で食べるもんですから。見た目もそんな、皿も気遣いとかいう、結構辛いな、皿も気遣いでとかいう話もあるかもしれませんけど、十分ですよ、美味しいんだから。うん、昨日のそうだった、夜ライブ行ったんですよ、焼肉大会。それのスライドのキャベツを入れてた皿ね、これそのまんまだから、そのまんま。キャベツも味噌汁にしようかなと思ったけど、あ、ちょっと待てよ、スパゲッティ食べたいなと思って、そのキャベツを使ってスパゲッティ作って、皿もう一個出すんで、もうそのままでこれやって、うん、汚いもんじゃないですからね、もちろん。思ってた以上に辛いな。唐辛子入れすぎたってことじゃないと思うんだけど、汗かいてきた。汗かいてきました、汗。辛いよ。うん。ああ、汗かいてきた。炭酸水。炭酸水。炭酸水欲しい。辛みがいいんだね、辛みが、うん、あの、この間作ったアンチョビのあれも美味しかったけど、うん、オイルサーディンも美味しいな。うん、もう一缶あるんですよ、オイルサーディンが。アンチョビはないけど、それはちょっと辛いやつだったの、数そのそのオイルサーディン自体のこのスモーキーじゃなくて辛いやつ。だからそれをどうするか、またスパゲッティにするか、はたまたつまみだ、そのまんまつまみにするか。千切りキャベツとかの上にただ乗っけるだけでもすごい美味しそうだけどね、あれは。うん、あー辛い。ニンニクももう今日で在庫切れになりました。ああ、ああ、ふう、今から
使うっていう予定はないですけど、一応念のため買っておきます。在庫なくなったから。まあそういうやり方をするから肉の芽が出てきてるっていうのがしょっちゅう起こるんだな、本当は。まあ良くないんでしょうけど。うん。うん。口ならちょっと痛いよ。サーディン、スモーキーなやつのと菜の花とちょっとだけキャベツ、ニンニクどっさりのペペロンチーノ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃおう。